ダメです、うん、言ってた。そう、それで大事なことがあるんだよ。乳酸菌のあれ食べちゃダメって言ったけど、プリン食べた。乳酸菌じゃないんじゃない、乳製品ね、それは、うん、乳乳乳で作った製品。あれ言うの忘れてた。この間真面目な話をするって言ってたら、先生にさ、みかん大好きなみかん食べちゃダメってね、消化に悪いからって言われたじゃん、お腹の調子的にさ。で、帰るの時に実はその帰る時に可愛い子ちゃんがさ、あれは一生ずっと食べれないってわけじゃないんだよって言ってたじゃん、うん、あれは治ったらっていう意味だからっていうので励ましで言ってて、実はねもうみかん食べちゃダメなんだって。倒れ残念ながら。そんな君にはこれをあげよう。みかん悪く言わないで。これはオレンジって言うんだ。あー食べられない。いいんだ。惜しくもないって、うん、早くね、良くなったらみかん食べれるね。頑張って。ちーっと。ね、良くなったらね、ポテトの L サイズ買ってもらうの。そう。ガーッ、うん、これだけ元気だったら大丈夫ですね。やべ、やめて。オレンジ。オレンジ。